こんにちは、スマイヤーチームの平立まさきです。8月に権利確定が来る株主優待の紹介動画です。スーパーマーケットの株主優待の動画に引き続き、今回は第3弾です。今回のテーマは育児応援優待です。お子さんと一緒のお出かけや子供服の購入に使える株主優待を8月権利確定銘柄の中から5社ピックアップしています。昨年2023年4月には子ども家庭庁も発足しており、育児は今大きな社会テーマでもありますよね。ちなみに私は保育士の資格を持っていてベビーシッターもしているんですけど、お預かりしているお子さんの成長を見ると、子ども服ってすぐ小さくなっちゃったりすると思うので、株主優待でもし購入できたらそれは嬉しいんじゃないかなって思ったりしています。では今回の5社を見てみましょう。こちらが今回のラインナップです。小さいお子さんを持つママさんならおそらく絶対に行ったことがあるチェーンの名前がありますね。今回の5社は皆100株保有から株主優待がもらえます。画面右下の投資金額は100株で計算した概算の金額となっています。最初は株式会社スタジオアリスさんです。お子さんの記念写真撮影がメインの写真館スタジオアリスを全国で展開されています。大型のショッピングモールに行くとよく見かけますよね。成人式向けの振袖のレンタルサービスを強化しようと衣装への投資も増やしています。前期2024年2月期は振袖の減価償却費の増加などがあり、営業利益が抑えられてしまいました。今期は増収増益の会社予想を出されています。配当予想は期末に50円です。内部留保を確保するとして前期の70円から減らしています。権利確定は8月です。写真館の店舗で利用できる株主写真撮影券がもらえます。子供に限らず自分や家族の撮影にも利用できます。撮影して現像した写真をフレームに入れて受け取ることができます。もしお子さんがいらっしゃればマタニティフォト、生後1ヶ月くらいのお宮参り、生後100日くらいのお食い初め、七五三など成長に合わせて記念撮影ができますね。お店の方に聞いたところ、撮影料に加えて株主優待で選べるフレームで一番高いものを選んだ場合、税込みで 13,640円くらいになるとのことだったので、その金額で優待利回りを算出しています。2社目はイオングループの株式会社イオンファンタジーさんです。イオンモールやイオンタウンといったイオングループのショッピングモール内を中心に子供向けのアミューズメント施設を展開しています。クレーンゲームやメダルゲームがあるゲームセンター、飛び跳ねたり走り回ったりできるプレイグラウンド、カプセルトイ、いわゆるガチャガチャですね、などが集まったスペース。日本だけではなくアジア各国でも展開されています。業績予想は増収増益となっています。配当は中間期末ともに5円ずつで合計10円の予想です。権利確定は2月と8月の年2回です。100株を保有していた場合、株主優待券2000円分がもらえます。ゲームや乗り物の料金、入場料など施設に応じていろいろ使うことができます。2月は優待券に加えてお米ももらえてしまいます。優待利回りは券が年2回で4000円、お米がざっくり2000円と計算して合計6000円で計算しています。保有株数が増えると券の金額がアップしたり、2月の追加の品をお米の他にギフトカードなどから選べたりもします。3社目は株式会社文教堂グループホールディングスさんです。書店の文教堂を運営している企業グループの持ち株会社です。2019年には経営不振により事業再生 ADR の手続きを行いました。金融機関の支援を受けて不採算店の閉鎖など経営再建に取り組み、2020年8月期以降は4期連続で黒字決算を継続されています。今期2024年8月期も黒字の業績予想を出されています。配当は無配となっています。権利確定は2月と8月の年2回です。
株主優待は店舗でのお買い物の際に利用できる優待カードです。通販サイトでも割引適用が受けられます。お子さんに読み聞かせする絵本を買ったり、学習参考書や図鑑の購入に利用できますね。ちなみに店舗があるのは北海道、関東は東京、神奈川、埼玉、千葉、東海では静岡、そして関西には大阪、奈良、兵庫にあります。注意点が一つあります。フランチャイズ店では優待を使うことができません。フランチャイズ店があるのは神奈川県です。神奈川県には店舗が29店舗あって、その中の11店舗がフランチャイズ店です。神奈川にお住まいの方は近くの店舗で使えるかどうか調べてみるのもいいかもしれません。4社目は株式会社 CVS ベイエリアさんです。東京と千葉の湾岸エリアでホテルやコンビニのローソンを運営されています。またタワーマンションや高級マンションの受付や入居者のサポートに関する業務を多くの物件で受託しています。成田空港がある千葉県の成田市でグランピングや農業体験ができる大型のアウトドアリゾートの開業の準備をしています。なお以前は成田でバーベキュー場を運営されていましたが、そちらは閉業して土地の売却を行っています。配当は中間期末ともに10円ずつで合計20円の予想です。権利確定は2月と8月の年2回です。運営しているホテルで利用できる割引優待券がもらえます。ではなんで育児応援優待かというと、家族のお出かけにぴったりの場所にホテルがあるんです。左に記載した立地を見てピンときた方もいるかもしれませんね。そうです、東京ディズニーリゾートにとっても近い立地のホテルが多いんです。他にも東京ビッグサイトや幕張メッセもアクセスがいいですね。それと先ほど概要のところで説明したアウトドアリゾート施設もオープンしたら、もしかしたら株主優待で利用できるようになるかもしれませんね。今回の最後になりました。こちらは育児応援優待の王道銘柄ですね。株式会社西松屋チェーンさんです。子供服やベビー用品のお店西松屋を全国で展開されています。毎期継続的に新規出店を行われています。成長戦略としてプライベートブランドの充実をさらに進めていくことと、スクールサイズと言われる身長130センチくらいから160センチくらいまでの小学生に向けた品揃えも増やしていくそうです。オンラインストアにも力を入れられています。業績予想は増収増益、配当は据え置きで中間15円、期末14円、合計29円の予想となっています。権利確定は2月と8月の年2回です。ここで大事な点があります。西松屋チェーンさんの基準日は月末ではなく20日となります。株主優待は買い物で利用できる優待カードです。オンラインストアでも利用できます。100株保有だと1000円分。年間で2000円分になりますね。また3年以上の長期保有だと2月の権利確定で500円分が追加されます。西松屋さんは店舗数も多いですし、オンラインストアでも利用可能なので使うのには困らなさそうですね。以上、8月権利確定育児応援優待5選でした。株主優待を獲得するには権利確定日の2営業日前、権利付き最終日に株式を保有しておく必要があります。今回2024年8月の最初の4社の権利付き最終日は8月28日の水曜日です。最後の西松屋チェーンさんは20日が権利確定日なので8月16日の金曜日ですね。もうあとちょっとですね。もうすぐお盆ですね。私はお盆は北海道にある実家に帰りたいと思っています。東京は暑いので北海道でのんびり涼しく過ごしていきたいなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。次回もぜひ楽しみにしてくれると嬉しいです。次の優待紹介は何でしょう。またねー、バイバーイ。